ょっと僕の理解力がちょっと追いつかなかった、うん、これって多分林さんとかはよく分かってらっしゃると思うんですけど、こういうビジネスって多分青さんはもっと他と差別化して儲けることないのっていう感じですよね。あ、っていうよりは一人のお客さんから取れる金額を上げる施策。あ、でもそれが限界があるんですよ。決まっちゃってるんです。決まっちゃってるんです。だからこれ議論しても仕方がないし。わかりました。あ、すいません。青さんの事業と違ってですね、このくらいの利益率なんです。いや、けど、よく見てください。年商1億1300万円で、2200万あるんで、一応一般的には高い利益率じゃないですか。青さんの事業に比べたらちょっと低いかと思うんですけど、すいません、本当。ありがとうございます。